グリネルは、アメリカ合衆国アイオワ州中部、ポーシーク群生端に位置する都市。州都デモインの東約80キロメートルに位置する。人口は9218人で、軍最大の都市である。アイオワ州随一の私立リベラルアーツカレッジである、グリネル大学の大学長である。グリネルの創設者の一人で、グリネル大学の講演者でもあった。 ジョサイア・ブッシュネル・グリネル・グリネルは17世紀にイングランドから渡ってきたピューリタンの子孫がニューイングランドから入植しヤンキーの町として作られた。1854年、バーモント州出身の改収派協会信とジョサイア・ブッシュネル・グリネル、牧師ホーマー・ハムリン、測量技師ヘンリー・ハミルトン、およびトーマス・ホリー・ヨーク博士の4名がグリネルの町を創設した。当初、 この町は、ステラと名付けられる予定であったが、ジョサイア・ブッシュネル・グリネルは希少性があり、かつ簡潔であるとして、自らの名をつけるよう説得した。1863年には、鉄道が開通し、駅の周りには、新しい商業地が形成された。1865年には、グリネルは市政を施行し、法人化した。1880年には、グリネルの人口は2000人を超えた。 ロックアイランド鉄道とミネアポリスセントルイス鉄道の交点となったことからグリネルは発展し軍最大の人口を抱えるようになった。州の政治や教育に大きな影響力を持ち、かつ奴冷静廃止論者であったジョサイア・ブッシュネル・グリネルの存在もあり、南北戦争前にはグリネルは地下鉄道の重要な経由地の一つとなっていた。市民はジョン・ブラウンや 1000人近い逃亡奴隷に隠れ家を提供し街を通過させその逃亡を助けた。その中でも最もよく知られているのは1859年2月12人の逃亡奴隷を連れたブラウンをジョサイアブッシュネルグリネル及び市民がかくまったというものであった。生前のこうした功績をたたえて国立公園局は2013年 ヘーゼルウッド墓地にあるジョサイアブッシュネル・グリネルの墓を国定地下鉄道史跡に指定した。また、1850年代後期には、グリネルはモルモンハンドカートパイオニアーズと呼ばれる東海岸からアイオワシティへ鉄道でやってきて、そこからはテオシ社に荷物を乗せて歩き、彼らの聖地ソルトレイクシティへと精神したモルモン教徒の経由地になっていた。彼らが通った道は、 アイオワシティから、ホートデモインを経て、カウンシルブラフスに至るまでは、現在の国道6号線とほぼ同じルートであった。グリネル大学に現存する最古の校舎、グッドナウホール、国家歴史登録財に指定されている。1846年にアイオワカレッジとして創立した、グリネル大学は、その翌々年、1848年に、ダベンポートで開校し、やがて、 クリネルに移転してきた。1889年には、同学とアイオワ大学が、ミシシッピ側異性の大学同士の対戦としては、史上初となるフットボールの試合を行った。1887年に38歳の若さで、学長に就任したジョージ・オーガスタス・ゲイツ、及び1893年に創設された応用、キリスト教神学部門の初代教授に就任した。 ジョージ・ディ・ヘロンの両名のもと、19世紀末の道学は、社会的福音運動の中心地となった。1904年には、アンドリュー・カーネギーの寄付金で、道学に図書館が建てられた。こうした発展の一方で、死を壊滅させるような激人災害も起きた。1882年、フジ田スケール会後の竜巻が、グリネルの町を襲い、卒業式を10日後に控えた。 アイオワカレッジの校舎を全開させ、同学の学生2名を含む39名の死者を出した。グリネル市街も含めた全体では、この竜巻は死者68人、重軽傷者300人を出し、被害額は130万ドルに上った。1889年6月には、町外れのカントリーエレベーターから出荷南西からの強風に煽られて、市中心部へと達し、 市の消防本部を含む中心部のほとんどが消失した。スポールディング工業の本社工場にず世紀に入ると短い間ではあったが自動車産業も起こった。スポールディング工業はもともとは1876年に馬車メーカーとしてクリネルで創業したが1909年に自動車の製造を始めた。しかし1916年に同社は 自動車から撤退した。2013年に、同社本社工場跡地には、スポールディング交通センター、アイオワ交通博物館が開館したが、これも長くは続かず、2015年には閉館した。その後、同館の跡地は、グリネルの新市庁舎に転用された。スポールディング工業本社工場跡地転用の他にも、2010年代には、市中心部の再生が進められた。 2017年には、グリネル大学が、市中心部と同学キャンパスとの間を合流地点として活性化すべく、対象地区の土地を購入し、放置され老朽化した建物を取り壊した。また、同じく2017年、市中心部の廃校を改修、改装し、ブティックホテルに転用したホテルグリネルが営業開始した。 グリヌルは、北緯4 1度4 4分37秒整形9 2度4 3分29秒、北緯4 1 7 4 3 6 1度整形9 2 7 2 4 7 2度、41.74361-92.72472に位置している。州都デモインからは東へ約 80km、アイオワシティからは西へ約 100km である。 アメリカ合衆国国政調査局によると、クリネル市は総面積14.61平方キロメートルである。そのうち14.50平方キロメートルが陸地で0.10平方キロメートルが水域である。総面積の0.68%が水域となっている。市の標高は309メートルである。クリネルの気候は、やや蒸し暑くなることのある夏と乾燥して、 寒さの厳しい冬に特徴を付けられる内陸性の気候である。最も暑い7月の平均気温は約摂氏23度、最高気温の平均は約摂氏30度で、日中は月の約1、4以上の日が摂氏32度を超えるが、最低気温の平均は約摂氏17度と夜になると涼しくなる。最も寒い1月の平均気温は、 氷点下摂取7度、最低気温の平均は氷点下摂取12度で、最高気温でも平均では氷点下摂取2度までしか上がらない。降水量は、春季、夏季の4から9月にかけては多く、月間90から125ミリメートル程度、秋季、冬季の10月から3月にかけては少なく、月間30から60ミリメートル程度である。 冬季の12月から3月にかけては月間12から 18cm 程度の降雪が見られる。年間降水量は 880mm 程度、年間降雪量は 70cm 程度である。欠片の気候区分ではグリネルは中西部の大部分に分布する亜寒帯湿潤気候に属する。マーチャンツナショナル銀行グリネルの街路は 東西の通りはアベニュー、南北の通りはストリートと呼ばれている。東西の通りには、市中心部のすぐ南を通るファーストアベニューから、市北端を通るシックスティーンスアベニューに至るまで、数字がついており、北を通る通りほど数字が大きくなる。東西の通りはシックススアベニューが、また、南北の通りは地域を従官し、市南端で、 週刊高速道路 I-80 と接続するウェストストリートがそれぞれ大きな通りではあるが、これらも含めて、東西南北の住所の基準となっている通りは特に定められていない。グリネル市中心部は、東はパークストリートから、西はスプリングストリート、南はセカンドアベニューから、北はシックススアベニューに囲まれた東西、 南北ともに600メートルほどの範囲内におおむね収まっている。クリネルにはスカイラインを形成する高層建築物はないが、市中心部を含め市内の至るところに歴史的建築物が点在している。東をブロードストリート、西をメインストリート、南をコマーシャルストリート、北をフィフスアベニューに囲まれた一ブロック班は1991年に グリネル歴史商業地区として国家歴史登録財に指定されている。同地区内、ホースアーベニューとブロードストリートの北西角に立つマーチャンツナショナル銀行はルイス・サリーバンが設計し1914年に建てられたもので1976年に地区全体に先駆けて単体で国家歴史登録財及び国定歴史建造物に指定されている。また、 市中心部のすぐ北、グリネル大学キャンパスのすぐ西に広がる住宅地は2008年にノースグリネル歴史地区として国家歴史登録財に指定されている。グリネルはシティマネージャー制をとっている。シティマネージャーは市議会の任命によって雇われ、市の行政実務の最高責任者としての役割を果たす。シティマネージャーは司法の施行、市職員の人事、 市の行政業務の成果、及び市の資産の建設、改善、修繕、保守、管理を監督する。シティマネージャーは市議会に出席し、必要に応じて市政府各局と調整、共同し、市政及び市民の福祉に寄与する施策を押す。市の予算案の作成及び財務状況の報告も、シティマネージャーの持つ権限、及び負う責任の範囲に入る。 市の立法機関である、市議会は市長及び6人の議員からなっている。6人の議員のうち、4人は市を4つに分けた、小選挙区から1人ずつ選出され、残り2人は全市から選出される。市長は市議員とは別に全市から選出される。市議員の任期は4年で、2年ごと毎期数年に行われる普通選挙で半数を改選する。市の標語である、 ジュエル・オブ・ザ・プレイディが入ったロードサイドサイングリネルに最も近い商業空港は市中心部から車で約1時間強デモインのダウンタウンから南西約5.5キロメートルに立地するデモイン国際空港である同空港にはデルタ航空、ユナイテッド航空、アメリカン航空の三大航空会社すべてに加えてサウスウエスト航空、アレジアントや及び フロンティア航空も就航しており、各社のハブ空港を、はじめ、25都市27空港への便が、発着している。なお、地域南端に立地する、グリネル地域空港は、ゼネラルアビエーションと呼ばれる、自家用機やチャーター機の発着のみの小規模な空港で、定期旅客便は就航していない。地域南端には、週間高速道路 i 八0の八十二番出口が、 設置されている。I-80 は大陸を横断する幹線の一つで、アイオワ州中部を東西に横断しており、西へはデモインを経て、オマハ方面へ、また東へはアイオワシティやダベンポートを経て、シカゴ方面へと通ずる。クリネルのユニオン駅、国家歴史登録財に指定されている。クレイハウンドと提携している、バーリントントレールウェイズのバスストップは、 グリーネル大学のキャンパス内、ローゼンフィールド学生センター前に置かれている。このバスストップには、オマハとシカゴを結ぶ同社の長距離バスが停車する。同センター前は、同学が、学年時、学年末、及び、各休暇期間の始めと終わりに運行している。キャンパスとデモイン国際空港、及び、キャンパスとシカゴのユニオン駅をそれぞれ結ぶ、各、シャトルバスのターミナルにもなっている。 市中心部のすぐ南東に立地するユニオン駅にはかつてはシカゴとデンバーコロラドスプリングスを結ぶロックアイランド鉄道の長距離列車ロッキーマウンテンロケット号が停車していた1939年に運行を開始したこの列車は当初からユニオンパシフィック鉄道のシティオブデンバー号ミズーリーパシフィック鉄道のコロラドイーグル号及び バーリントン鉄道のデンバーゼファー号と競合していた。加えて、1950年代以降は、週刊高速道路網の整備が進むにつれて、旅客鉄道の利用客自体が減少し、1966年には運行を終了した。グリネル大学グリネル大学は、市中心部のすぐ北東に120エーカーのキャンパスを構えている。 同学は1846年に創立した私立リベラルアーツカレッジで学部のみ約1700人の学生を抱え学生体教授の人数比給1全授業の65%は学生数20人以下というリベラルアーツカレッジの特徴とも言える少人数性教育を徹底して行っている同学は密度の濃いディスカッションと作文を通じて 基本的な学問技能を身につけることを目的とする一年次チュートリアルと呼ばれる一科目が全学必修となっている他は全て42分野にわたる500以上の科目の中から個々の学生による選択という自由度と柔軟性の高いカリキュラムを特徴としている。同学のスポーツチームパイオニアーズは NCWA ディビジョン3に属し男子級種目 女子級種目で競っており、全学生の約1、3が参加している。グリネル大学は、ヒドンアイビーの一つに数えられ、US ニュースワールドレポート誌が毎年出している大学ランキングでは、全米のリベラルアーツカレッジの中で常にトップ25に入っている。グリネルにおける K12 課ほどは、グリネル、ニューバーグコミュニティ学区の管轄下にある、公立学校によって、 主に支えられている。同学区の歴史は、グリネルが創設された1854年まで遡る。同学区は小学校前期2校、小学校後期1校、中学校1校、高校1校を有し、約1750人の児童、生徒を抱えている。加えて、地域生誕には1983年に創立した。 セントラルアイオア・クリスチャン・スクールという私立の小中一貫校が立地している。1868年にニューヨーク州からグリネルに移り住み、農夫、銀行員、そして衆議会議員を務める傍ら、事前活動家でもあったジョエル・スチュワートは、その活動の一環としてグリネルに図書館を建てるための寄付金を出した。こうして1902年に開館した。 スチュワート図書館は、クリネル最初の図書館であり、その後100年以上にわたって、公立図書館として使われてきた。1976年には、この図書館は、国家歴史登録財に指定された。しかし、この図書館が手狭になってきたため、2009年にこの図書館の1位、ブロック東、パークストリートとフィフスアベニューの南東角に、新たな公立図書館として、 ドレークコミュニティ図書館が建てられ、この図書館は、グリネル地域芸術委員会本部に転用された。このドレークコミュニティ図書館に加えて、グリネル大学のキャンパスから20マイル以内に居住する、高校生以上の地元住民は、グリネル大学の図書館も利用することができる。グリネル大学のバックスバウム芸術センター前述の通り、 旧スチュワート図書館には、グリネル地域芸術委員会本部が入っている。市中心部のブロードストリート沿い、ホースアベニューとフィフスアベニューの間に立地する同館は、グリネル芸術センターと呼ばれ、ギャラリー、劇場、及びスタジオが入った、複合芸術施設として一般に公開されている。スチュワートギャラリーというギャラリーは、同館の中核を成す施設である。 道館の上層階に設けられている65から100席を設置できるロフトシアターという劇場はクリネルコミュニティシアターという市民劇団の本拠地になっている。スチューアートスタジオというスタジオでは芸術教室が、またそのガレージでは陶芸教室が開かれる。また道館の一ブロック南に広がるセントラルパークのガゼボで演奏している。 コミュニティバンドという市民音楽隊もグリネル地域芸術委員会のプログラムの一つである。グリネル大学のキャンパス南西端には同学のバックスバウム芸術センターが立地し、グリネル大学美術館が入っている。また、同センターの東隣に立地するバーリング図書館の仮想会に設けられている版画、絵画研究室も同館の一部である。同館はフランシスコデゴヤの 戦争の参加をはじめとする国際的に名の知れた芸術家の作品から地域の芸術家のものに至るまで5000点以上の作品を収蔵している。これらの収蔵作品は展示物として一般に公開しているほか、同学の研究、教育目的にも使用している。ノースグリネル歴史地区内、ブロードストリート沿いの6ックスアベニューと7ブンスアベニューの間には、 地区内の歴史的家屋の一つであるマクマレーテを転用したグリネル歴史博物館が立地する。同館は南北戦争時のグリネルやグリネルの製造業の歴史に関する事物を常設展示している。また、視聴者やドレークコミュニティ図書館にもスポールディング工業製のバギーなどの歴史的事物が展示されている。毎年書き。 5から10月の木曜日午後と土曜日午前中には、セントラルパークで、グリネルファーマーズマーケットが開かれる。また、一部の店舗は、陶器でも営業している。また、夏には、グリネルゲームズと呼ばれる、一連のスポーツイベントも、開かれる。6月には、5km 及びハーフマラソン、及び、子供向け障害物競争が行われる。8月には、スプリントトライアスロン、 バイク12.4マイル、ラン3.1マイル及びミニトライアスロン、ラン1マイルという2種類の距離のトライアスロンが行われる。前述のコミュニティバンドの演奏会やグリネルファーマーズマーケットの会場となっている市中心部のブロードストリート、パークストリート、サードアベニュー、ホースアベニューに囲まれたブロックを占めるセントラルパークをはじめ市の公園、レクリエーション局が管理。 運営する公園は、市内9カ所に設置されている。加えて、地域北東端、グリネル大学キャンパスの東には、少年野球、少女ソフトボール場、少年、少女サッカー場、屋外バスケットボールコート、テニスコート等、各種運動施設を備えた、民営のアーレンズ、パーシャル記念公園が置かれている。下記には、グリネル総合家族水泳センターという市営のプールが、 開かれ、同地でアメリカ赤十字社による水泳教室も開催される。加えて、グリネル大学のプールも地域住民や地元高校の競泳チームに開放されている。いかにグリネル市における1860年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。